るのっていうと、さっきの建物と、まあこれ何の建物なのか僕知らないんですけど、これぐらいで、この先はもう行き止まりです。砂浜になってます。砂浜まで行くのはねちょっとね大変なんで、まあ手前に止めて歩くっていう感じですかね。ああ、ここバイク止めてるな。止めさせてもらおうか。構わないでしょ。ハロー。いや、楽しい話だったな。めちゃくちゃいろんな話聞いたぞ。めちゃくちゃいろんな話聞いたぞ。だってもう日が沈みそうだもん。30分以上話したんじゃないか。ねお名前もダメだし顔もダメだっていうから、何が言えるかな。まずね、ロック、鍵、あの鎖チェーンを持って持ってくるようにしろってのを繰り返しやっぱり心配してくれたな。なんか2度盗まれてるらしいです。あの CB400 乗ってた方2度盗まれてて、覚えてるかしら。川崎の川崎のスクランブラーを盗まれたって言ってたな。175って言ったか7班だったか、ちょっとそれはなんか若い3人組に盗まれて、で後になってから家訪ねてきて500ユーロで買い戻せって、盗んだバイクを盗んだやつに、盗まれた人に、被害者に売りに来るというありえねえ絶対にありえねえ。どういうことなのよ。そんなのが1回、盗んだのは全員あのティーネイジャーだったって言ってましたね。でもう1回はホンダの VRF のいくつだったかな、そっちは7班だったかな。それは結局もうとうとう見つかんなかったらしいです。全然見つかんなかったらしいです。ハーレー乗ってる方はなんかメカにすごい興味があるらしくて、スプロケの刃の数とかいろいろ本当聞かれました。燃費、ライトの種類、カスタムパーツを全部説明して、タイヤの型番まで、ひょっとしたらバイク関係の人なのかもしれないですね。フィート4000ってここにあるんだけど何なんだろうな。フィート4000ちょっとわかんないな、ちょっとわかんないな。でなんつうかこう全員、タバコ吸い全員スモーカーでした。俺もそうだし、残りもみんなそうっていうんで、ピースを缶入りピースをあげたらめちゃくちゃ喜んでました。やっぱりあれですね、日本のバイク好きなんですね。そうだよね。うわすげえ色だな。あーすごいね。うわマジか、これ通れてんのかな、すんごい心配。ちょっとチェックしよう。
よいしょ。これ取れてなかったら悲しいよ。こんぐらい。あ、本当に真ん前向いてないと取れないね。いやーすげえ。アイルランドはなんつうかこう光がね、光がとにかくすごいですよね。よいしょ、バックホースル少しいかな。いやー最高だな。この色、やべー、癒されるわ。コンパクトバーナーかなんか持ってきてコーヒー作って飲みてえな。怒られたりはしないと思うんだよな。よし、もうちょっと歩きましょうか。下歩いてみるね、せっかくですもんね。あ、怖い怖い。この辺はもう全部潮が満ちると水没するエリアなんで、夕日に向かって歩くのもオツだけど、もうちょっと向こうまで、あっちまで歩いちゃってると多分日が全部陰っちゃうだろうな。なんか塔みたいなやつ見えますかね。塔みたいな奥にある緑色のやつが灯台なんですよ。で、反対側に見えてる赤いやつが反対側の堤防。あの堤防が、また有名というか、散歩にはもってこいというか、ブログの方にはね、釣りに行った時のこと書きましたけど、とにかくね、長いんですよ。めちゃくちゃ長いの。しかもコンクリじゃなくて石積みなんですよ。ものすごい古いの。長さが これで伝わる？あそこに2つ、これで見えてるかな？あそこに何ていうんですか、煙突が2本あると思うんですけど、さっき説明したやつが。あそこからスタートして、ずーっとこの、あれ堤防で。ずーっとずーっと堤防で、で、あの赤いとこで終わるんです。確か1キロ以上あったと思うんだよな。行って帰るのに30分じゃちょっと無理っていう、すごい長い堤防ですね。確かダブリンサウスウォールって言ったかな。こっちがノースウォールで、北の壁で、向こうがサウスウォール、南の壁っていうことらしいです。で、まあサウスの方には赤い灯台、ノースの方には緑の灯台と。なんか日本の白手とは読まない、白灯、あ、赤灯でいいんですか。白い灯台と赤い灯台ありますよね。あれとなんか似たような意味合いがどっかにあるんだろうとは思うんですけど、僕海のことあんまり詳しくないから、釣りはするけどそういうことは全然知らないから、わかんないですけど。で、そのずっと手前のところに見えてんのかな、この距離だときっとカメラだと点だよね、結構大きな、なんて言うんですかね、あれモニュメントがありまして、一番上に銅像が立ってます。頭に輪っかついてるから多分なんだけど、ジーザスクライスト、キリスト様だと思います。ただ確証はないですなんだ、紹介しようとか言って何も知らないっていうね、大問題ですね。そしてこの辺のこの
黒いの全部海藻なんですよ。見てみます、ほらね、よいしょ、近い近い近い、ブヨブヨの海藻、ブヨブヨ、中にね空気入ってるの、この部分にプチッとなるんです。これをプチプチするだけでストレスが消えるとは思えない。ストレスがもっと溜まるような気がする。多分あの水がわーっと来た時に上に向かってふわーっとこう立ち上がるような感じになってるんでしょうね。もうこれ火沈んだんじゃないか。ちょっと振り向いてみようか。振り向いてみる、振り向いて、ちょうど落ちるとこだ。色やばすぎだろ。カメラじゃな伝わんねえだろうな。あー落ちますね。よし、先端まで行って帰ろう。おー、なんか若い人たちがたむろっている。絡まれねえといいな。そういうのは相変わらずいくつになっても40過ぎても苦手。やっぱちょっと、まあ、苦手っちゃ苦手だよな。うわ、この辺べちゃべちゃだよ。この辺べちゃべちゃだよ。よいしょ。滑りそうだよ、怖えよ。